はい、こんにちは、テイアールです、えー。今回はですね、アシェットさんの、えー、陸上自衛隊74式戦車を作る、こちらの方がですね、70号から73号まで来てます。で、まあ、例によって、あのー、最近はこの離体ですね、離体の方が71と73が離体なので、 まあ、あのー、実質的にはですね、進む感じがするのは70号と72号だと思います。で、ま、ああのー、今回から天輪の方が入ってきてますので、またちょっと戦車らしくなってくるのかなと。でですね、えー、っと、まずちょっと問題点を解決するためにですね、よいしょ。はい、えー、ここの部分ですね、塗られてない問題が、えー、 と、回答、アシェットさんの方から回答をいただいた方の話によると、えー、っと、まあ、こういうもんですと。 ここで色がね、分かれてるので正解ということなんですけども、どう考えてもそうではないと思うんですよね。で、いろんな画像を、んと探したんですけども、すごい不思議なんですけども、あの、アシェットさんのこの74式の完成画像を見ても、この明細のパターンって微妙に違うんですよね。今、我々が作ってるものと。それで、まあ、あの、 深く考えてもしょうがないので、車体の下なので、まあ、ここですね。ここから、ま、あの、ナチュラルに、下にこう繋がれば、まあ、どうでもいいかなと思って、自分で、え、適当にマスキングをして塗ろうと思います。なので、ま、この上の方との繋がりですね、が、まあ、まあ、そこそこナチュラルに見えるようなマスキングをして、え、塗っていきたいと思います。 はい、えー、まあこんな感じですね。こういう感じで適当にマスキングをしてですね、まぁ、あ、実際このライン全然わかんないんですけども、こういう感じでですね、まぁ、あ、ここら辺少しぼかすような感じで塗っていきたいと思います。はい、えー、というわけで塗ってきました。あんまり目立つところではないので、まぁ、あ、適当にこういうラインで、えー、塗っとけばいいかなと思います。で、まぁ、あ、あのー 本当はね、この下の方とかも塗るべきなのかもしれないです。こっちは塗ってあるんで。まあ、なんでここら辺塗られてないのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、あの、一番下は本当にひっくり返さないと見えないとこなので、まあ、えー、こんなもんでいいのかなと思います。それでは次の作業行ってみたいと思います。はい、えー、それでまずですね、履体の方なんですけども、これもあのー、離体今週分組み上げてます。こんな感じ。 で、だいぶ長くなってきまして、これがもう黒染め終わってる部分ですね。一番最初についてきたやつは黒染めしてあります。で、これとこれをこう繋がって、これで片側分になるということですね。なので、えー、これと全く同じ量のものがもう一つ来るような形になると。で、えー、両側ですね、全部揃ってからこちらの方はこういう感じで同様に黒染めしたいと思います。今の時点ではまだ黒染めはしないで、このまま置いておこうと思います。 はい、えー、それではですね、70号と、えー、72号の天輪を組み立てていきます。はい、えー、で、この天輪の方はですね、ちょっと残念なんですけども、まさかあのプラスチックですね。ちょっとここら辺は、できれば、えー、これは金属部品ですね。ここら辺がですね、ちょっとできれば、あのー、金属製にしてもらいたかったなという気持ちはあります。 はい。えー、で、まずこちらですね。これは、あの、いつも通り塗装しようと思います。それとこっちなんですけども、ここの部分っていうのは実写画像を見ると、えー、っと、ゴム、硬いゴムのような材質に見えるんですね。なので、まあ、ここは、あの、ヤスリをかけるだけでいいかなと思います。 はい、えー。それではですね、塗装が終わったので、早速組み立てていきますね。まずはこちらの黒い、えー、ホイール、この2個をですね、このような形で貼り合わせます。で、次にこのシルバーのスリーブをここに入れて、次にゴールドのスリーブをここに入れます。で、この車軸ですね、車軸の部分がここにこのような形でついて、ここのところにナットが入ります。 最初にナット入れといた方が楽。<laughs> こういうことですね。で、ここにこうきます。で、こっち側にワッシャーとスプリングワッシャーが置かさって、このプラスのネジ、これがここにこう入る。 で、あとはネジを締めていくだけですね。はい、えー、ネジをしっかり締めてもこれがくるくる、えー、回れば大丈夫です。で、次にこれですね。これをここに入れて、こんな感じ。裏側から4箇所、ビス止めしておきます。この黒いビスですね。 こんな感じで OK。で、次ですね、次に、えー、こちらのパーツ、このパーツにスプリングを仕込みます。これをですね、このような向きでまず入れて、で、えー、こちら側から見てですね、この出っ張りが上を向くように、まあ、要するにこうですね、こう、はい、こういう形になれば OK です。こういう感じ。こっち側からこ 出っ張ってて、こういう感じに収まれば OK です。はい。えー、で、これを今度は車体側に取り付けます。はい。えー、車体のですね、右側の、えー、ここにですね、3箇所同じような取り付け位置があるんですけど、一番後ろ、ここに取り付けます。これをこのような形で取り付ける。はい。こんな感じですね。で、付属のビス、えー、2本。このビスで止めます。 はい、えーで、ここはですね、スプリングワッシャーも入ってないので、念のためネジロックを少しだけつけておきます。はい、えーで、この軸受け側がついたら、次に先ほど組み立てたこの天輪ですね、天輪を入れていきます。で、ここに切り欠きがありますので、この切り欠きがですね、こちらのスプリングにかかるように入れます。 はい、こういう感じですね。で、こちら側から少し飛び出る感じ。そうしたら、最後にこの金色のスリーブをここに入れて、で、えー、スリーブを入れたら、この E リングですね。E リングをここにつけておきます。はい、えー、で、これ E リングつけた状態なんですけども、この縦に入ってる溝ありますよね。この溝のところにリングの中心が来るようにつけます。こういうことですね。 で、こうしないとすぐに外れてしまいますので、この向き間違えないようにつけましょう。はい。えー、で、まあ横から見てですね、この天輪がこのような形でサスペンションがちゃんと効いている状態で、えー、くるくるスムーズに回れば OK です。はい。えー、で、次に72号なんですけども、72号は天輪の作り方は全く同じで、ここの部分になります。次、今作ったところの前になります。 はい、えーというわけで72号の方の天輪がつきました。はい、これでですね、こんな感じで、サスペンションがですね、しっかり効いた状態で、なかなかワクワクしてきますね。はい、というわけで今回はですね、アシェットさんの74式戦車を作る70号から73号までご紹介しました。何かわからないこととか質問があれば、コメント欄の方にお気軽に書き込んでください。可能な限り返信したいと思います。